こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか。私は元気にしております。さてさて、エクササイズ用の曲をガレージバンドで作るというこのプロジェクト、とりあえず最低限のイントロが作れたというのが前回の時点でした。今回はですね、イントロちょっと伸ばしてみようと思います。どんどん打楽器が増えていって、イントロ完成みたいな感じに持っていきたいなと思っております。そのためにはちょっと準備が必要ですので、その準備からどんどんやっていきたいと思います。はい、では早速ですが、ビブラフォンも、はい、これもとりあえず16小節作ったんでね、あと16小節、はい、全部で32小節のイントロ、まあ長いと思われる方もいるかもしれませんが、ハウスミュージックとかではそんなもんなんですよね。ハウスミュージックとかではそれぐらい当たり前にあるもんなんで、はいはい。そうなんですよね。なんで、64小節のイントロとかもありますよ。はい。なんでね、全然もう気にせず。はい。あれ？なんか変になってます、なんかこれ。ちょっと、どうなってるのかな。あ、OK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 。そうですね。で次これもはいはいはい、これもはい、あれ、なんかおかしくなったぞ。大丈夫かな。あ、なんかおかしいぞ。どうしたのかな。じゃあこっちから行ってみようか。こっちから、あー、 OK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 。 はいはい、32小節目までだから、あ、じゃあこれちょっとエンドラインをずらさないとな。エンドマーカーをずらさないと。エンドマーカーをずらしましょう。うわ、なんかすごい時間かかってる。こっちでやれないかな。エンドマーカー、ああ、こっちの方が早い。こっちの方が早い。よしよし。これ多分300小節ぐらい使うんじゃないかな。どうかな。まあいいか。その都度伸ばせばまあいいことなんで、とりあえず128まで伸ばしますね。はい、はい、128まで伸ばしました。はい、でこれをここまで持っていって、こいつもこれもここ、あー、ダメだ、これちゃんとこう楽器を選択した後、この小節に行ってこれを伸ばさないとうまくいかないな。なんか切れちゃうな、途中で。じゃないと。まあ、めんどくさいけど、やろう。ね。あとでなんか変なことになるとやるなんで。そんなことになるぐらいだったら、もう真面目にやっちゃった方がいいや。ちょっと時間かかってても。はい。で、これも。はい。はい。よし、これで、はい、ピアノ、はい、まずこれをカーソルを17に合わせて、で、これコピーしてペースト、でちょっとずれてるんでこれ持ってきてペースト、はい、できた。はい、次、はい、ビブラフォン短いんだよね。ビブラフォン短いんだよね。カーソルをまずまだ17に合わせて、でビブラフォンは4小節ね。はい、コピーした。はい、これをペースト合わせてペースト、合わせてペースト、合わせてペースト、はい、できた。はい、次マリンバは結構長いよね。あれずれない、どうしてだ。はい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 、
ちょっとこれずらしちゃったかな、僕。ずらしちゃった？よし、これでいいや。よし。で、17のここに合わせて、あ、ここか。ここに合わせて、で、9からコピーできればいいな。9からコピーできれば。あ、あ、外れちゃった。これが起こるのだな。Mac がいけないのか、ガレージバンドがちょっとセンシティブなのか。はい、これをコピーして、ペースト。はい、で、またこれを合わせて、ペースト。はい、次行きましょう。次、ギター、ギター。ギターはね、16小節弾いてるんでね、もう、はい。なんていうか、もう一気にいっちゃいますよ。はい。これを17の頭に合わせて、で、よいしょ。はい、これをコピー、はい、できた。はいはい、早いですね。次がちょっと、まあ、面倒っちゃえば面倒なのかな。はい。あれ？コーヒーショップ、コーヒーショップ。そう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 。はいはいはい。はい、はい。これのたった2小節分を。たった2小節分これをコピーしてペースト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 、はい、できた。はい、さてここまでが準備ですね。ここまでが準備。はい、こっから2小節ごとにガンガン楽器を入れていきましょう。まずはどうしようかな。ストリングス入れちゃおうかな、先に。ストリングス入れちゃおうか。うん。そうしようか。5声で入れちゃおう、5声で。よし、そうしよう。はい、これです。はい、で、これをまたグイーンとグイーンとグイーンと32小節の最後まで。はい、で、どうしようかな。どの辺まで上げていこうかな。じゃあ5声でいくから、はい、 B ですね。 B、次 C の位置、次は E ですね。 E の次は G ですね。はい、これで全部線、あれ、なんか変なことになった。よし、全部選択しましたね。全部選択できてますね。全部選択できてますね。よし、これをこの位置にして、ビヨーンビヨーン。はい、ここまでですね。はい、伸びました。はい。これで17小節目からどう聞こえるか、ちょっとここで確認してみましょうか。
ストリングス入れたらどうなるか。入ってないときはこれ。これもいいじゃないですか。いいんじゃないですか。はい。じゃあこっからガンガンコーヒーショップに楽器を足していきましょうか。楽器を足していきましょうか。17でストリングスが入りました。はい。じゃあ次19で何を入れましょう。ということでコーヒーショップに移りましょうか。コーヒーショップに移る。で、こっから何個足しゃいいんだ？ちょっとここまでにしましょうか、今回は。はい。ちょっと今回はここまでにしようと思います。はい。次回からコーヒーショップでガン、打楽器足していきます。はい。では、今回の配信は以上となります。では、次の配信、または、その、別の配信でお会いしましょう。さようなら。